ひじてぃ、どうも、西郷です。俺はすっげえ思うことがある。JK が大好きなスタバ。スタバってなんなんて、俺すっげえ思うんですけど。なんでスタバがいいのかなと。スタバのどこがいいのかなって。スタバを好きな女の子は、スタバを好きな自分が好きなんだよ。アホらしいわ、そういうの。スタバについてちょっと調べていこうと思います。僕がスタバを好きになった理由ってありますね。なんだ君のスタバを好きになった理由。俺を納得させることができるかな。お、接客の質がどの店舗でも安定しているのは強い。どうでもいいよ、そんなの。どうでもいい。別に JK 気にしないでしょ、接客の質なんて。居心地がいい。家帰れ。 Wi-Fi 飛んでるし、カウンター席には電源もあるし、だから家帰れよ。家帰ればコンセントも Wi-Fi も飛んでんだろう。そこそこ長い時間入れられるし、だから家帰れっつーの。なんでわざわざスタバにいようとすんの。スタバを好きな自分が好き。支払いが簡単。はぐちぐち言うな、そこは。今んとこ俺の心をつかめてないよ、スターバックスは。お、スターバックスのいいとこ悪いとこありますね。スターバックス悪いとこ出てます。名前が難しい。もういいだろ、行くな、スターバックス行くな。あー、けどほんといいところは接客、客層が大人、ゆっくりできる。もう何なのそれ、スタバって何なん。ちなみに皆さん、スターバックス行ってる人で何コーヒーを飲むのかな。おい、使えねえだろお前そんな。あのさ、スタバ好き。まだ別に嫌いじゃない。どこが好き、スタバの。スタバが好きなの。いや、普通に美味しいじゃん。はあ、え、スタバが好きな自分が好きなタイプだ。なんで怒られてんの。なんであのカフェなのになんかスタバ好きみたいな人がいっぱい現れるの。それやっぱ居心地が良くてコーヒーも居心地が。いや、家で飲めよコーヒー。いやいや、それまた違うじゃん。コーヒー家で飲めよ、このいや、クソしてんの。しね、もうよく分かんなくなった。スタバってなんなんってことで俺は思いました。スタバが美味しいって言われる理由をちょっと探してみたいと思います。スタバのコーヒーの作り方からちょっと研究します。スタバの人気フラペチーノ、お家でいつでもスタバ気分が味わえますっていう記事なんですけど、トールサイズ、まずトールサイズってなんなんてところだよね。作り方、カカオオニブ、まずそのカカオオニブってなんなん。少量ホイップクリーム適量、チョコソース適量、アーモンド4から5粒、チョコクッキー適量、氷1カップ、シロップ大さじ1、牛乳 100cc、インスタントコーヒー大さじ1、全然入ってないじゃんコーヒー。え？大さじ1杯しか入ってないの？それコーヒーって言うの？ちょっとこの現実を突きつけてくるわ。おい、何？知ってるか？スタバのコーヒー大さじ1杯しかコーヒー入ってないんだよ。それでコーヒー美味しいとかふざけんなよマジで。その一さじに味が詰まってるってことでしょ。なんだとてめえ。何？スタバに何されたの？何されたとかじゃないよ。スタバってなんなっていうとこからこう、カフェだ。カフェはわかるけど、なんでそんな JK 好きなのかっていうとこだよ。じゃあ例えば電源とかもさ、うん、できるし。で、いや、家帰れっつうな。家がな、家の縛りがきついな。家じゃないじゃん、だってカフェと家違うから。おしゃれ、おしゃれ、家帰れ、家おしゃれにしよう。家おしゃれにすればいい話だろ。和式の人どうすんだよ、無理だろ。和式和式でもおしゃれにできるだろ。その和のおしゃれと洋のおしゃれ違うじゃん、やっぱり。その洋のおしゃれがいいっていう人がやっぱ。じゃあ引っ越せ。ひどい、論破がひどい、ほんとに。ほっとけよ。全然噛んでちゃった。ということで、スタバが好きな方、私はなんで好きなのかコメント欄書いてくれたら嬉しいです。ということで、次の動画でお会いしましょう。さようなら。ファッキュースタバ。